今日は2020年5月の10日、奄美大島も梅雨が入ってきたのかな。梅雨の時期特有の南西の風が、吹き始めました。でなんでね、ちょっと遠出はできないので、今日は近場の実績ポイントとあと近場のポイント開拓をメインにやっていこうと思います。で天気もこの通りよろしくないので、まああんまりキャスティングとかやっても楽しくないんで、今日はジーンメインで行っていこうと思います。はい、で昼からはもう雨風すごい強くなる予報なんで、午前中勝負で、なんとか、短期決戦で、いい魚が取れたらと思います。
け。横笛台78センチ、 6.3キロ、横笛台。はい、お疲れ様でした。今日はかなり風が強かったんで、近場限定で水深も150より深いところは行けなかったんですけど、まあまあ、近場で短時間にしてはまずまずだったんではないでしょうか。で、このヒレナガは 4.2 キロでした。横笛台が 6.3 キロでした。あとは、山吹旗と姫台かな。かなりで、ね、カンパチジギングは渋くなってきましたけど、代わりにこういう笛台とか、笛吹きとか、そういうカンパチ以外の魚がこれから釣れやすくなってくるんで、これから暖かくなってきたらこういう魚も狙っていこうと思います。それでは。